元ワンダーガールズソネ、グループ脱退から3年、新事務所と専属契約を締結、芸能活動復帰は未定、写真イコール。マイデイリー DB 元ワンダーガールズソネが、ポラリスエンターテインメントと専属契約を結んだ。ポラリスエンターテインメントは本日、10日、専属契約に関連してソネと長時、間にわたり話を重ね、意味深くて良いことを一緒にしようと合意した、と明らかにした。引き続き、ソネの芸能活動復帰に対する問い合わせが多いことと理解しているが、現在正確な活動計画に対しては未定だ、としながら、5年間にわたりに、人の子供の母親として和やかな家庭を築いてきた妻として生きてきたソネに、今後の人生第3幕に対して温かい視線での応援をお願いする、と伝えた。ソネは2013年にカナダ出身韓国人の宣教師であるジェームズ・パク氏と結婚した後、今年 JTBC、異邦人という番組を通じて、幸せな家庭生活を公開したことがある。元ワンダーガールズソネ、結婚5周年を祝う、母、妻として祝福された人生、ウォンド。ER ガールズとしての最後の記事になりそうです。脱退発表のソネ&ソヒが明かす思い、全文。